こんにちは。建築試験一望一答チャンネルです。今日はですね、施工の分野から改修工事の問題について解説したいと思います。これはですね、平成21年の出題となります。コンクリートの内放し仕上げの外壁の改修工事において、幅が 1.0 ミリを超え、かつ挙動するひび割れ部分については、エポキシ樹脂注入工法により行った。どうでしょうか。まずは自分の頭で丸バツをつけてみてください。正解はバツとなります。エポキシ樹脂注入工法というのはですね、こうひび割れ部にこう樹脂をこう直接注入する工法なので、今回の場合のように 1.0 ミリを超え、かつ挙動するひび割れについてはもう少し、しっかりした工法を採用しなくてはいけません。それがですね、以前の動画にもありました、U カット充填工法となります。U カットシール充填工法。で、以前の動画ではですね、0.2 から1ミリまでのひび割れ、幅のひび割れと、解説したんですけれども、これは挙動しない場合です。しない。今回のように挙動する場合っていうのは、あ、ここはないですね。失礼しました。挙動する場合っていうのは、1ミリ以上のひび割れに採用されます。前回の繰り返しにはなりますが、こうコンクリート打ち放しの外壁において、ここに U 字型に、これ断面ですね、にこう圧力取ります。でそこにひび割れがあるんですけれども、ひび割れ部に対してですね、でそこにシールを充填して、それで最終的には補強粘土だったりで補強を仕上げをするという形が U カットシール充填工法となります。なので 1.0 ミリを超える場合だったり、挙動しない 0.2 から1ミリの幅ときたら、U カットシール充填工法ということを覚えておいてください。今日は以上となります。